We are a family. Let's fight together. Let's support each other. ホームゲーム観戦が社会福祉につながる。One mission. さあ、一緒にエスパルス福祉基金。Let's support together. 今日はね、福祉基金の贈呈式ということで、お伺いしました。エスパルスはですね、共和一家機械さんという会社さんの、ご協賛を、ね、得ながらこの企画をやってます。選手会長をやらせてもらっている林と申します。竹内社長の方からね、点を取る選手がないんですけど、こういう子どもたちに少しでも、勇気とか希望とか与えられるようなプレーだったり、そういうニュースをね、流せられるように、僕ら頑張っていかないといけないなと思ってるし、ぜひ元気になって、エスパルスを応援してほしいなと思います。ありがとうございます。感謝状、株式会社エスパルス様。この度は静岡県立こども病院の患者さんのために貴重なご寄付を賜り誠にありがとうございました。子どもたちのために有効に使用させていただく所存でございます。よってここにこの度のご向上に対し深く感謝の意を表します。平成25年7月23日静岡県立こども病院院長瀬戸志郎、どうもありがとうございます。今日はエスパルスっていうのはもう静岡だからみんな知ってるよね。清水の一番有名な、静岡で一番有名なサッカーのクラブから竹内社長さんとゴールキーパーの林選手が本当にお忙しい中来ていただきました。みんな楽しみにしてたでしょ、ね、会うの楽しみにしてたよね。で毎年エスパルスの方から我々この子ども病院に、いろんなあなた方子どもたちのためにね、いろんなものを買ってくださいっていうことで毎年寄付もらってます。本当に竹内社長、それから林選手、今 J リーグ真っただ中で大変お忙しい中、練習試合でお忙しい中来ていただいて本当にありがとうございます。いろいろな、ね、問題を抱えている子たちがいる中でね、サインを上げるタイミングとかですごいサッカー頑張ってくださいとか言ってくれる、ね、子どもたちもいたので、そういう子のためにもね、エスパルスで今もうやれることっていうか全力のプレーを見せてあげて、結果を報告してあげることが力になっているんだなと改めて感じたので、これからも全力でプレーしていきたいなと改めて思いました。これからも頑張ります。観戦？いえいえ参戦です。ホームゲームで社会福祉に参戦しよう。ゴールとコールを未来の笑顔へ、エスパルス福祉基金。